お土産には激な描写が含まれております。友達にどんどん進めてね。真似をしないしてください。の闇の中降り立つ影二つイグニッション始まる奴らの時届けろこの一夜伝説は目の前にイグニッション焼き付けろ離れのね目の前走り抜ける現実と Dream 高ぶる心 Breakdown Breakdown Dream Master of Disney 完成かけしきざま運ぶ展開 Wixless Master of Disney 栄光つかみ取る人よのスピン Wixless Master of Disney 朝焼け昇るこの夢じゃない現実を Wixless Master of Disney 再びまみえるさいつかの夜電車ネッティライトニングステージ。勝負は一本勝負。先に梅田駅に到着した方の勝ちだ。匠、よく来てくれた。匠、頼むぞ。加藤の223系1000番台がかかってるから意地でも勝ちますよ。いよいよ始まるぞ。やっぱり宝塚戦の代表はあの2000系だ。大新鋭の8200系に40年も前の車で勝負だなんて無茶だよな。何考えてんだ。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。はえー、高橋圭介の8200系、個別分散式 3VF は伊達じゃねえ。勝負になんねえ。2000系のフル加速なんてまるで止まってるようにしか見えねえよ。ストレートでちぎるのは本人だが、これは1対1のバトルだ。遠慮はしねえぜ。こちら目婦神社。すっげえぜ2000系のライン。あんなスピードでここを曲がるやつは今まで見たことねえ。待ってる、やつの車が近づいている。
血を流しながら突っ込んで、そのまますげえ速さで抜けてったぞ。どんどんおかしくねえ。見てる方がゾッとするぜ。マジかよ、ケイスケの8200があそこまで追い回されることなんて今までなかったぜ。こちら豊中駅、えらいことになってるぜ。ケイスケが完全に追いつかれちまってる。信じらんねえ。追いつかれた、何が起こってるんだ。気が変になりそうだ。突っ込みと曲線速度で差を縮めても立ち上がりと伸びが違う。ちょっとでも直線が長いとドバッとされてきた。話しても話しても食いついてきやがる。電系の死神に取り憑かれた気分だぜ。直線では俺の方が早いんだ。そのままに食いつかれるってことはコーナーワークで負けてるってことかよ。そんなことは死んでも認めたくないぜ。パワーを取る車にコーナーで追い込まれるなんて知り合いにとって最大の屈辱だぜ。どうしたんだ、今日に限って8200がやけにのろく感じる。クソ、誰が団体一気下がってんじゃねえのか。前より隙がなくなってる。ずいぶん上手くなったな、このドライバー。抜かねえと勝ったとは認めてくれねえだろうしな、あのクソ親父。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントは中津から梅田の右カーブ。S 字と行き止まりの梅田駅、仕掛けられるわけがねえ。あ、減速しないで突っ込む気か。何考えてやがんだあいつ。2000系がとんでもねえオーバースピードで突っ込んでいく。ブレーキがいかれたか。伏線ドリフト。負けたぞ。先にゴールインしたのは宝塚線の2000系だ。うわー、すごいよ匠さん。ナイスガッツ匠。しかも1分も差をつけられてたぞ。1分だぞ。こんなことが起こるから電車バトルは面白い。返事は英語。久々に俺が本気で集まれるターゲットに出会えた気がする。関西最速プロジェクトは宝塚線完全制覇までその先はない。あの2000は俺がやる。